はい、逆転サーカス行きます。さあ、楽しみですな。ほんで最後の出し物は奇跡の空中飛翔。今世紀最高の大魔術師。そのままマキシミリアン・ギャラクティカー。かっこいい空中浮遊やん、これ。堂本光一じゃないですか。堂本光一くんですよ、これ。12月26日午後8時12分、立見サーカステント前。あ、はるみちゃんどうしたよ。はあ、夢のようなひとときでした。もう出てきていいの？まだ胸がドキドキしています。ねえねえ、すごかったでしょ、はみちゃん。はい。それはもう、お馬さんはダンスするし、トラさんは炎の輪をくぐり、ゾウさんは大きな周りに乗り、あやくのあてには殿方がお空を飛び回る始末。確かにめっちゃ嬉しそうやな。でしょでしょ、かっこいいよね、マックス・ギャラティカ。はい。何ですか？マックス・ギャラティカ。今世紀最高の魔術師だと。魔術師？そうだよ。なるほどくん。何？はるみちゃん。それは霊媒師といかなる関係に当たるんでしょうか？もう絶対関係ない。絶対関係ない。もしかして知らないの？魔術師。申し訳ありません。クライの里の事件から半年。年末のか、寒空かな？の下。はるみちゃんを連れてサークス見物に来てみた。はるみちゃんに会うのは、あの事件以来だけど。事件はね、結局おかん捕まったからな。もう知っとるよ、さすがに。頑張ってるみたいだ、日常を取り戻そうとして。あ、そろそろ行かないと。そうですね、電車がなくなってしまいます。お、はるみちゃん、覚えたんだ、電車。もちろんです。かわいい。ちょっとかわいいな。僕、ロリコンじゃないけど、ちょっとかわいいっていうのはわかるぞ。まだ特急という仕組みはよくわかりませんけど、まあ、それはちょっとむずいかもな。で、なるほどくん、また来年ね。事務所のお掃除きちんとやるんだよ。あ、大丈夫だよ。あ、もうじゃあ、実家帰るのね。よろしいのですか、迷い様。せっかくですから、愛しい人と二人きりのお正月を。おー、マセガキやな。それはいいと思うぞ、俺も。もう、ほら、行くよ、ハミちゃん。いやいや、一年に一回しかないんやし、今は今しかないんやぞ、おい。その方が俺はいいと思うけどな。良いお年をか。ほんと、そうなるといいよな。今回はサーカス関連の事件になりそうですね。12月28日午前9時12分、なるほど、法律事務所。一応今日で仕事納めなんだけど、大掃除一日で終わるかな。そう。仕事が入ったら掃除どころじゃないからやな。しかも結構広いしね。なるほどくん、大変だよ。迷いちゃうか、ちょうどいいところに。実はこっちも大変なんだ。え？いや、大掃除がね。何言ってんの？なんだよ、そんなに興奮して。いいから、ほら、テレビつける、早く。テレビ。ということで、早速現場を呼び出してみましょう。何かあったのか。はい、こちら、立見サーカス前です。サーカス以上にセンセーショナルな殺人事件が起こった現場ですね。もう、すんごい野人は、皆さん盛り上がってますか。猪木みたいな感じですね。あかんぞ、そういうのは。立見サーカスって、そう、この間見に行ったでしょ？あれだよ。殺人事件って言ってるぞ。そうなの？逮捕されちゃったの？まさか、世紀の魔術師ですか？放課後の魔術師？マックス・ギャラクティカが捕まっちゃったんだよ。いかにも、なんかこう、弁護する気ならんぞ、これ。弁護する気はならんが、これ。嫌なやつでしょう。まゆちゃん大ファンだって言ってたっけ？もう嫌やわ。好きじゃないわ。この間赤い羽の募金の赤い羽つけてた。今度は緑の羽の募金の緑マークつけてますね。なんかタイアップしてんのかな？
全然関係ないし。いいね、なるほどく。2時間後、留置場前。え、何が？待ち合わせ。仕事納めなんていつでもできるでしょ？え、掃除は？いや、掃除してくれないとやな。まあ、いきなり行っちゃってえっしょ。さあ、事件の内容を聞かせてもらおうかな、とりあえず。同日午前11時15分、留置場面会室。どういうこと？なんでマックスが？僕に言うなよ。多分魔術師だけに手品でも使ってさ、殺人よ。マックスはそんなことしないもん。ゴージャス、まさにその通り。ここですね。マダガスカルのゴージャスですよ。ここ。さすがハニー、わかってるじゃないか。なんだゴージャスって。宇宙海賊やろ、それは。マダガ、いいわ、これ。絶対好きじゃない。絶対分かり合えない。ようこそ我が面会室。マックスだ、ナロード君、本物だよ。さあ、ハニー、一枚引いてくれないかい。ハニーだって、ナロード君。浮気やぞ、こら。はっはっは、さあ、早くお引きよ、ハニー。浮気やぞ、こら。こうですか？ふっ。きっとハニーならそれを引くと思ったよ。ハートのエースをね。キャッ、当たったよ、ナロード君。これでハニーはまんまと盗んだわけだね。このマックス・ギャラティカのハートを一個。あえて何も言わないね。マックス。さあ、ゴージャスに行こうよ、ハニー。ね、ナロト君もやってもらえないよ。絶対いらないっす。絶対いらないっすわ。絶対いらん。何、君はハニーの運転手？え？まあいい、さっさと来た。引かねえよ。なんで引かねえといけないの？お前アホなのか？引くの？やめとけ。さあ、それでハニー。今日はこのマックスに面会してくれるために。はい。私、大ファンなんです。いちいちうるせえな、こいつ。おー、すごいです。とってもサンキュー。このカードは、いや、あるよ、記念品だ。取っときたまえ。いや、男と女への対応が全然違うし。しかも、お前、ロリコンか、これ。17やぞ、こいつ。18やぞ、こいつ。さあ、なるほどくん、そろそろ、仕事にかかろうか。どうしたの？なるほどくん、そっぽ向いて。いや、やる気起きねえな。お昼何食べようか考えてるんだ。さあ、ハニー、そんなハリネズミはほっといて。君の瞳に僕だけを映して。OK、ハニー。何言ってんのか、さっきからこいつ。こいつはさっきから何を言ってんの？イエス。浮気現場、決定的浮気現場やぞ、こら、おい。喋って、後で何か言った時これ見せるからな、お前。浮気現場やぞ、こら。ゴージャス。ゴージャス近いよね。やれやれ。空城城太郎です。得意の。さあ、話になるかな、こいつは。マックスさんのことを教えてほしいんですけど。ゴージャス。君はその気になってくれたかい、ハニー。いいとも。さあ、こっちへおいでよ、ハニー。でも、防弾ガラスの壁がありますけど。おー、ジーザス。なんてことだ。ああ、僕に魔法が使えたらこんな壁なんて。手品師が何言ってんだよ。ところで最近急に有名になりましたね、マックスさん。マックス様だよ、君。やり直したまえ。こんなのばっかりだぞ、最近。本当ですわ。なんで様を続けさせるやつがこんなにも多いのか？確か大きな賞を取られたとか、マックス様。ゴージャス、その通り。国際マジック協会のコンテスト、僕はグランプリを受賞したのさ。すごいね。腹立つけど実力はあると。世界で最高にゴージャスなマジックシャンに贈られる賞だ。じゃあ世界に認められた人ってことか。プリンセス転校どころじゃないな。トロフィーに、胸像？胸像？素晴らしい一日だったよ。へえ、すごいですね。そう、すごいんだ。何しろ世界一だからね。まあ、実力も伴ってるということだろう。はい。それはすごいね。はい。立ち見サーカス。独占出演契約を結んだんですよね、立ち見サーカスと。その通り。さすが僕の兄よく知ってるね。大魔術はね、テレビで見るものじゃないんだ。なかなかいいこだわり持っとるじゃないですか。目の前でこう、ゴージャスに楽しむものなんだよ、ハニー。わかります、わかります。確かにそれは間違ってないな。そもそもサーカスなんて古臭い。過去の化石だよ。今更そんなもの、誰も見やしない。え？そんなことは。僕はね、だからこそ契約してやったんだよ。
どういうことですか？立ち見サーカスは今や大人気さ。マックス・ギャラクティカの芸が人を呼ぶんだ。潰れかけていたサーカスは奇跡の復活。これはまた僕の大魔術なのさ。ゴージャスだろハニー。なかなかいい。結構筋が通ってちょっと好きになってきましたね。そうですね、やつらのカビ臭い芸なんてもう時代が求めていないんだ。私サーカス好きですけど。マヨちゃんちょっと寂しそうだな。大丈夫か。一体立ち見サーカスで何があったんですか。あ、なんか昨夜さ殺されたんだよ団長。団長って立ち見サーカスの。殴られたらしいよ。地面にめり込むほどね。マジか。どうやったら地面にめり込むほど殴られるのよ。マジか。真夜中だってのに警察がゴージャスに現れてさ、僕もやっと取り調べが終わったところなんだ。取り調べ？なんでもね、殺された団長に最後に会ったら僕らしくて、ゆうべ団長の部屋でね。どうして逮捕されちゃったんですか？逮捕？大げさだな、ハニーは。参考までに話してやっただけだよ、僕は。なるほど、くん。マックスさん、自分の立場は分かってないみたい。そうだな、きちんと思い知らせてあげようか。事件の前、団長に会ったんですね。そうだよ。どんな話を？君には言いたくない。まゆちゃん、よろしく。そう。女が言わなんと何も言ってくんないからな。ちょっとめんどくさいんだよな。どんな話をしたんですか？団長さんと。いやね、下世話な話であれなんだけどさ。ギャラのことでちょっとね。まあまあまあ、大事ですわ。大事大事。ギャラ？サーカスは僕人の力で人を集めている。それは間違いないね。もっともらってもいいと思ったんだ。わかるだろ、ハニー。確かにね。話したのはそれだけですか？ゴージャス。もちろんだよ。おっと？サイコロック。三つもあんのかよ。めちゃめちゃや、こいつ。ゴージャス、この出だし何か隠してるってわけか。サイコロック三つか。どうしたな、ロード君。ため息なんかついて。いや、ため息つくわ、そりゃ。そりゃつくよ。もう嫌やな。どう、弁護士なんだ。なんだ、そのバーチ。消して見せるっての？僕は魔術師なんかじゃありません。弁護士なんです。弁護士、僕には関係ないね。そんなことないです。だってマックスさんは。オッケーオッケー。嬉しいよ、ハニー。僕のためそんな取り越し苦労を。ところでさ、さっきから気になってることがあるんだ。何ですか？どうして姉はそんなに悲しそうな目で僕を見るんだ？だって逮捕されてるんですよ、殺人罪で。そこから分かってねえんだろうな、まず。何よ、バカな、そんなわけないじゃないか。どうしてですか？だって僕は、マキシミリアン・ギャラクティカだよ。それで？立ち見サーカスの大スターだ。他には？ギャラもたくさんもらってる。だから？マックスさん。まさか嘘だろ？警察連中本気で僕に逮捕状。冗談で逮捕状はもらえません。やっと分かったようだな。いい薬じゃないか。いい薬です！本当よ。一番いい薬聞いたわ。はい？君、いや、あなた弁護士さん？え、そうです。お願いだ、助けてくれよ。俺は殺してねえよ。どうしたよ。どうしたよ。出せえぞ。さっきまでの勢いはどうしたよ。メイクが落ちてんのかこれ。血の、なんか紫色の涙も流しとるしやな。おら。悟空ですよ、悟空。おら、ちょっとチヤホヤされて天狗になってたかもしんね。でもよく殺人なんて。おら、そんな恐ろしげなことよ。マックス。ほんとだよ。田舎の父ちゃん借金返したかっただけなんだ。わかりましたよ。引き受けますから。ほんとけ。ほんとです。ありがとな、あんたらあったけよ。マックスさん。あんな、本当の名前は、なんて、モキチみたいなやつだ。公平か。モキチよりはまあまだかっこいいな。山田公平は別に悪くねえじゃねえか。あっ、どうしたの、迷いちゃん。日本人だったんだ。